科学特捜隊の早田隊員は未確認飛行物体を追跡中に赤い光の玉と激突、そのまま優雅森へと墜落した。私は M78 星雲の宇宙人だ。遠い宇宙から怪獣を追って地球にやってきた。申し訳ないことをした早田隊員、その代わり私の命を君にあげよう。私は君と一心同体になる。共に地球の平和のために戦おう。あっ、龍ヶ森湖に怪獣出現の緊急連絡が入った。科学特捜隊は直ちに現場へと急行した。M78 星雲の宇宙人からその命を託された早田隊員、ベーターカプセルで宇宙人に変身した。太陽エネルギーは地球上では急激に消耗する。そのエネルギーが残り少なくなるとカラータイマーが点滅を始めるのだ。突然の山崩れで水力発電所が破壊された。しかしそれは発電所の電力を求めて暴れ回る透明怪獣の仕業であった。第三火力発電所の警護に当たった家督隊の前、ネロンガが姿を現した。
三浦半島沖で謎の海難事故が発生した。海底調査に乗り出した家督隊が見たものは、突然変異を起こした海底原人の姿であった。白い鉱石の正体は凶暴化したラゴンだった。食い止められるのは彼しかいない。気象庁から依頼を受けた家督隊は多々良島へ調査に向かうこととなった。キャップ、あそこです。Shit!
ルトラマンを支える太陽エネルギーは地球上では急激に消耗する。そのエネルギーが残り少なくなるとカラータイマーが分裂を始めるのだ。東京湾でタンカーが次々と爆発炎上する事故が相次いだ。家督隊は現場一帯の調査に乗り出し、そこで異形の怪物と遭遇する。家督隊が捜査を進める中、製油所を狙ってペスターが姿を現す。ウルトラマンはカラータイマーが消えてしまうと、再び地球上で活動する力を失ってしまうのだ。工事現場から発見された不思議なカプセル、それは古代人類が封印した凶悪な2匹の怪獣であった。先に目立れた赤い怪獣がオリンピック競技場に姿を現した。赤い怪獣は強敵だ。了解。Ah!
動する力を失ってしまう。猛毒ガスの実態を究明するため、大牟山火口にたどり着いた家督隊一行は、火口をねぐらとした毒ガス怪獣を発見した。ケムラーの毒ガスから大牟山を守るためには、ここで食い止めなければならないのだ。ゴモラが大阪城東に出現したとの緊急連絡を受け、家督隊は直ちに大阪へと向かった。
空からは絶えず何かが地球上へと降り注いでいる。流れ星となった隕石、雨だって立派な贈り物である。だがしかし、時には空からはとんでもないものが降ってくるのだ。宇宙へと追放したはずのスカイロンが再び姿を現し、ハヤタは慌てて変身した。あ、怪獣首長の恐るべき計画をキャッチした科学特捜隊は、計画を阻止すべく怪獣集結地点へと飛び立った。科学特捜隊はピグモンの案内で一路怪獣集結地点へと向かった。
ウルトラマンはカラータイマーが消えてしまうと、再び地球上で活動する力を失ってしまうのである。闘志がある限り、ウルトラマンは負けない。さあ、立ち上がれ。大円盤部隊を率いて現れた最強の刺客を前に、家督隊は窮地に立たされた。地球最大の決戦が始まる。ゼットン星人に裏をつかれ、絶体絶命のピンチに立たされた科学特捜隊。最強の刺客を前に、ウルトラマン、勝て！
ラマンはカラータイマーが消えてしまうと、再び地球上で活動する力を失ってしまう。